はい、こんばんは、はるけです。今週も CF 報酬を引いていきたいなと思います。今週もランク1ということになってます。3週連続ですか、TO 停止期間に入って。でかい。この報酬は毎回でかいですよ、やっぱりね。これは、これ来ました、ランク1。まあ、ブンデスシュート。いうことで、今週も期待をしております。ブンデスの TOTS5 名のうち1名が3つピックですね。で、85×5 名、87×2 名、レア選手1、アルティメット2、で、ブンデスリーガの S 選手3名パックですね。で、経験値と12万5000コインと。一番いい報酬。まあ、ライブ TOTS プレミアと来まして、何にも当たっておりません。まあ、ガルナチョぐらいか。2週連続ランク1でガルナチョのみ。他は何も使えない。ちょっととりあえずミュラーをクリックしまして、行きましょうか。ブンデスです。まあ、狙いとしてはやはりビルツ、そしてハリー・ケイン。まあ、ここら辺なんじゃないかなと思います。サイドバックも欲しいですよ。グリマールドとか、あとはデイビスとか、フリンポン。欲しいですけど、やっぱ、そうね、前線が弱いんで、前線の選手かな。あとは中盤だったら5列か、とかはめっちゃ欲しいですね。基本的にはケミが組みづらいんで、バイエルン勢が来てくれると、まだ組みやすいかな、ありがたいかなと思ってはおります。そしておそらく必ず来るのはコーベルとか。そこら辺絶対来るやろな。思っております。さあ行きましょう。まあランク1のね、海外の方の報酬見てると、ランク1でも全く勝ってない人もいるんで。あと虫やらも欲しいね。行きましょう。怖いな。よし。まずは1ピック目。頼む。来い、強いの来い。まあこの並びがかなり多いでしょうね。この並びが多いでしょうね。うわー、ひどいなー。まあサンチョかな。サンチョだね。この5人覚えてください。この5人覚えてください。この5人の中で1人2人は絶対3回来る。絶対3回来る。サンチョでいきます。マジ頼む。ほんまにこれで当たらへんかったらマジでやばいぞ。お願いします。お願いしますね。右から行こうかな。右行って真ん中行こうかな。ちょっと引き方変えよう。引き方変えよう。順番にやったらもうあかん。この前通りになっちゃう。頼む。マジで頼む。頼む、来てくれ。コーベル来た。ほら来たー。ね、ね、さっきコーベルと、タプソバとアデミーマーチャね。もうあと3丁もか。さっきとね、ターがギラーシになってるだけです。まあ、コーベルかな。高レート。高レートです。94。でかい。さあ、ラスト。お願いします。お願いします。お願いします。はい、地獄。ほんまやたらへんな。当たる気配がないな。3週連続行ってもランク1。で、まあ、これやったらター選んどいたらよかったな。サンチョとコーベル。まあ、被っちゃうんで、タプソバですね。だから結局、アデイエミとタプソバとサンチョとコーベルは3回来てるね。だターとアントンとギラシーだけだ。変わってんのは。ひどいな。当たる気配がないわ。ランク1行ってもこれですよ。ほんまに意味ない。結局当てたもんが一番。当てた人がもう100勝。19勝とか関係ない。当てた人が100勝。さあ、まだ一応パックがあります。パックがあります。パックで取り返すしかないと。レア選手、これ。ちゃうよな。どれがどれか分からへんようなって思ってる。もう目標とか、ああ、あったあったあった。
あ、ここやな、ここら辺やな、ここら辺のゾーンですね。レア選手行こうか、レア選手行こうか、頼ます、頼ます。あかんな、もう来る気配がないわ。ここでは来んねん、ここでは来んねん、バイエルンが。ここでは来る、ここでは来んねん。まあまあまあ、オッケーまあ一応 S パックも、全く当たりは出てませんので、そうね、まあここら辺でまた当てたいね。アルティメットいきましょうか、アルティメット、これ2ついきましょうか。はい、お願いします、はい、お願いします、はい。もう S の気配がないわ。あ、85ですね、これ。大丈夫？あの、もうあかんな。もうアカウントが死んでんのかな。マクアリスター来てるやん。先週来いよと言いたいところではありますが、グッと押さえて次行きましょう。アカウントも死んでんのかな。もうこうなってくると結局当たらへんのか、これ。またアルティメットでいきましょうか、アルティメットでいきましょうか。さあ頼ます。あ、モドリッチね、モドリッチありがとう、モドリッチありがとう、よう来る。お、2人来た、ありがとう。もうこれだけで嬉しい、これだけで嬉しいです。誰ですか。あ、オブラクだ、オブラク、ナイスナイス。88と87はかなりでかい、ありがたいありがたい、マジ高レートありがたいよ。で、あれでしょ、まあ、82か、ここら辺もええか、ええか。いや、やばいな、でも赤金がやばいわ。ライブ TOTS、プレミア、ブンデス、全部5名のうちから1名3枚選んでんねんけどね。唯一ガルナチョ、しかも最低限ガルナチョみたいなとこあったよ、プレミアは。意味ないな、ほんまにこれは。まあ、ちょっとトレーカーで当てたいな、ほんまにこれやばいから。 85×5 名、ここですね、この2個ね。 S 来い、 S お願いします、青い光お願いします。ロードが長いな、もうロードが長い。来た来た、頼む、ドイツ来たぞ。 LM？ あ、アデイエミさん、アデイエミさんこんばんは。待って、裏あるぞ。これ裏も S やな、絶対。え、誰？お、フレンジ、フレンジ、フレンジやばいんじゃん。フレンジ来たぞ。え、フレンジめっちゃ高くない？フレンジ絶対高いぞ。初動70万ぐらいしたぞ。絶対10万はある、絶対10万はあるぞ。ほらほら、40万、よしよしよし、これがランク1、これがランク1だから、ブンデスワイ。お、ハーランド選手来い。あ、いや、フレッジ40万よ、フレッジ40万、よしよしよし、やっとコイン増えた、やっと増えたぞ、よしよしよし。ブンデスやねんけどね、主要リーグは。いや、ありがとうありがとう、サブリーグありがとう、サブリーグマジありがとう。よしよしよし、ハーランド、これ S か、 S やろ、これこれ S か。んー、安い。いやー、ナイス。アデエミもね、どんぐらい、4万ぐらいするよ。あ、めっちゃ安なってる、昨日から。あ、そうですか、ごっつ安なってる。よしよし、やっとやっとランク1、やっとやわ、やっと来た。いや、でかいでかいでかい。よし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 、これ一番の当たり、今作一番の当たりがここで来た。40万はでかいよ。 8×2 名、1回出ようか。この流れでいってたらね、完全にね、あの家さんはもう突き落としにかかってきよるから、一旦ここでリセットして、もう今ログインしましたよみたいな顔で入ってきて引こう。はい、行こう、はい行こう、はい行こう、家さん騙せ、来い。マジ、あれ
またか。よう来よるな。よう来よるぞ。おー、ルナールね。いいよいいよ。戻っちゃいよくる。まあ、被ってんのか。ちょっと頼むぞ。一応フレンチが40万でかいんで。うわぁ。一週間で100万行きたいな。だから60万分いけるかこれ、これ。当たってへんよ、これまで。まあ、ただ、今週は、ブンデスではなかったですけど、サブリーグからね、当たりが来たんで、ちょっとこれ期待したいところではあります。で、まあ、狙いは、100万超えの選手ですかね。ゴレツカ、ムシアラ、もちろんビルツ、ケイン、フリンポン、グリマルド、あたり多分100万超えてるかな。まあ、ぐらいか、ってなってくると。まあ、大当たりがひしめいていたプレミアでもこの S パックは当たらなかったんで、まあ、そこまで期待はしてませんが、まあ、逆に、来るやつ、予想しようか。コーベル、アデイエミ、ヨナタンターでしょ。ここら辺でしょうな。大体はね。でもやっぱ理想、求めていくと、まあ、ビルツ、ケイン、ゴレツカ、ムシアラ、フリンポン。ボニフェイスでも来てもいいかな。全然。ボニフェイスでももう大当たり。100万超え。欲しいです。お願いします。アデイエミ、コーベル、絶対来んな。こいつらほんまによう来るぞ。3名です。はい。頼む。3週連続行ってます。来いよ。来い。オランダって誰？あ、マレンか。マレンは当たり。10万ぐらいするでしょ。はっ、裏頼む。とんでもないかくれろ。コーベル来んな。キーパーちゃう。ボニフェイスよ。ターです。ちょっと色が似てた。ちょっと色が、え、でもいいよね。え、絶対いい。プレミアよりいいわ。プレミアより当たり引いてるぞ。え、だってマレンもターも20万、10万超えてるでしょ絶対。ターは10万ギリギリかな。安なってるかな。え、でしょ？だって、よしよしよし。で、94だから、裏に隠れてる可能性あるな。でかいのが。ワンチャンね。ボニフェイスでもいいです。裏お願いします。全然いい。今週は、よ、今週は行ったかやったぞ。もう誰でもいいわ。後ろは、残り1名。よう来るな、アデーミは。